流行語大賞。鶴のたけし、山尾しおり。保育園落ちた日本史ね。受賞は、とても悲しい。鶴のたけし、流行語大賞への意義が反響。5時の父として知られる。タレント、鶴のたけしさん、41、が、2016有権新語、流行語大賞、のトップ10に、保育園落ちた日本史ね、が選ばれたことに、とても悲しい気持ちになりました、とツイートし、反響を広げている。私も違和感があった、といった共感の声も出ており、ツイートは2万7000回以上、リツイート、拡散、されている。2016有権新語、流行語大賞、受賞式で、挨拶する民進党の、山尾志織衆院議員、流行語大賞発表の、翌朝にツイートした、鶴のたけしさん。こんな汚い言葉に、国会議員が満面の笑みで、登壇、授与って、鶴野さんは、新語、流行語大賞、発表から一夜明けた、2016年12月2日朝、保育園落ちた日本史ね、が流行語。しかも、こんな汚い言葉に、国会議員が満面の笑みで登壇、授与って、なんだか日本人としても、親としても僕はとても悲しい、気持ちになりました。きっともっと、選ばれるべき言葉や、神ってる流行あったよね。皆さんはいかがですか?とツイート。選考の経緯や、賞を受け取った、民進党の、山尾志織衆院議員への、違和感をツイッターの、読者にぶつけた。このツイートは、幅広く拡散され、私も全く同じ気持ちです。といった共感の声が寄せられ、鶴野さんも、ただ気分悪いだけで、誰も得しないよね、と応じた。その一方で、待機児童問題が大きく、クローズアップされたのが、見えないのですか?などと、受賞には意義がある。との声も複数あり、賛否両論だ。保育園落ちた日本史ね、は2016年2月15日に、投稿された、匿名ブログのタイトル、育児中の母親と見られる人物が、議員が、不倫してもいいし、賄賂受け取るのも、どうでもいいから、保育園増やせよ、などと強い表現で、待機児童問題の、解決を訴える内容だ。民主党、当時、の、山尾氏が2月29日の、衆院予算委員会で、取り上げたところ、安倍晋三首相は、匿名ブログだという点を理由に、本当かどうか確かめようがない、と答弁、ほどなくして、保育園落ちたの私だ、などと書かれた紙を掲げた、母親らによる、デモが国会前などで行われた、3月4日に保育制度の、充実を求める署名活動が始まり、3月9日までに集まった、2万7682人分が、塩崎康久厚労省に、直接手渡された、保育園落ちた日本史ね、受賞は、とても悲しい。鶴のたけし、流行語大賞への、意義が反響。山尾氏、2万7682人の、女性たちに代わって、この賞を受け取らせて、いただきたい?山尾氏は12月1日の、受賞式で、2万7682人の、女性たちに代わって、この賞を受け取らせて、いただきたい?できる人ができることを、できる限り、みんなで繋がってやっていく、女性たちの、柔らかいアクションが、政治を動かし、社会を動かしていく、そういう一つの、大きなきっかけになるといい、などと挨拶した、選考委員会は、受賞理由を、近年では、ネットでの、戦場的な情報発信が、社会的議論の、契機となることも、少なくない?衆院予算委員会の、質問でもこの書き込みが、引用されたほか、書き込みに、賛同する有志が、国会前で抗議行動を、起こした、などと説明している。
新語・流行語大賞のトップ12。保育園落ちた日本史ね。どう思いますか？